イズキ？ありがとう、エナ。エナのおかげで、僕、ちょっと楽になれたよ。僕の悩んでることは、今はまだ話せないけど、でも、いつか話せるようになったら、聞いてほしい。それでも、いいかな。うん。わかった。正直、待つのってすっごく苦手だけど、特別に待ってあげる。だから、いつか、ちゃんと話してよね。うん。そ、ならよし。あ、やば！授業始まっちゃう！え、本当？っていうか、定時制って今から授業始まるんだ。初めて知った。やっちゃった。急いで行かないと遅刻になっちゃう。え？エナ遅刻常習犯だし、一回くらいどうってことないんじゃない？常習犯じゃないから。って、そんなこと言ってる場合じゃないの。カバンどこに置いたっけ？急げ急げ！嘘だ。僕、今、嘘をついた。だって、話さなかったら、ずっと一緒にいられるかもしれないって、思っちゃったんだ。ううん。ずっとなんて、きっとない。でも、今の時間が一日でも一秒でも長く続いてほしい。エナとミーゴのみんなと今のまま少しでも一緒にいたい。だから本当にずるいな。僕は。エナもきっと、ずるいって、すごく怒るんだろうな。怒って、くれるかな。いっそ、僕の代わりに、誰かが全部話してくれたらいいのに。じゃあ行ってくるから。あ、水木。うん？何？また夜にね。うん、またナイトコードでね。ごめんね、エナ。